が始まっている。突然な、なんだこれ。トンネル抜ければ紅葉しているという、すごい感動した。山々がすごい一瞬で干からび、干からび、およそ300メートル先、テクの中央、左方向です。3.5km 先、右方向です。すごい感じのところに来た。まもなく左方向です。そういうとこは今回明確にないんですけど、めっちゃ景色綺麗やんというとこに来ました。ということで、めっちゃのどかじゃないですか、すごい綺麗なところにやってきました。これね、ちなみに夜になったら光るんですよね、これバーって。で、あとこれちなみに私の三脚なんですけど、お誕生日にシャネルの香水をいただいたシールを貼ってるんで、これシャネル三脚と呼んでます。はい、景色きれい。ほぺんちゃんピカピカで可愛い。すごい、これ一番恥ずかしいんですけど、サムネイルを撮ります。サムネイルを撮るときってこう一人で三脚に向かってね、静止をしながらポーズを撮ってる一番恥ずかしい時間なんですけど、サムネイルすごい大事なのでね。天気本当に
今日ね、めちゃめちゃ冷えてきましたね。ちょっと寒い。この服なんだかんだね、透けてるんで、そりゃ寒いわという感じなんでね、車の中入ります。よし、じゃあもうちょっとね、車を進めて行こうかなと思います。終了します。ありがとうございました。あれ、なんだっけ、大型バス、中型バス、進入路、ここではない。ということで、こういう感じのね、なんか郵便局とかカフェとかご飯食べるところとかなんかあるよ、コンビニもあるよみたいなところが一応、なんだろう、メイン渋谷でいう109みたいな感じです。